戸柱春高は、鹿児島県肝付郡内野浦町出身のプロ野球選手、横浜 DNA ベイスターズ所属。愛称は、浜野金剛力士像、浜野スッパマン、戸場、最後の太陽戦士、かのや中央高等学校から駒沢大学へ進学。高校時代までは、内野手で、主に三塁を守っていた。大学一年時から保守へ転校したが、 学生時代には全国大会と無縁であった。プロでもチームメイトとなる白崎博之は大学の同期生今永翔太は3学年後輩にあたる。大学卒業後に NTT 西日本へ入社。入社当初は聖保守北木博明の控えに甘んじていた。入社2年目の第85回都市対抗野球大会ではチームは予選で敗退したが、 大阪ガスの補強選手として出場。大会中に聖保守として起用されると、大阪ガスの準々決勝進出に貢献した。同年秋に北木に代わって聖保守となり、第40回社会人野球日本選手権大会に出場。チームを準々決勝に導き、同年の社会人ベストナインを受賞した。三年目には、第十六回都市対抗野球全国大会。 第41回社会人野球日本選手権大会で NTT 西日本の準々決勝進出に貢献した。2015年の NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから4巡目で指名。契約金5000万円、年俸950万円という条件で入団した。背番号は10。2016年には春季キャンプから一軍に帯同すると、 オープン戦でチームの全15試合中8試合に星としてスタメンに起用。公式戦の開幕も一軍で迎えた。3月25日に広島東洋カープとの開幕戦で8番星としてスタメンに起用。26日の第2戦で黒田博樹から公式戦初アンダ十27日の第3戦で福優也から公式戦初本塁打を打った。この本塁打は チームの一軍公式戦におけるシーズン初本塁打であった。以降の試合では山口俊が先発する試合に限って高木俊人とバッテリーを組ませるという首脳陣の方針に沿って週に2日のペースで休みながらスタメン出場を継続した。しかし、補給の処理において3月29日の対巨人戦でルイスクルーズのバックネット前のャヒを落球し直後に ソロ本塁打を被弾。さらには4月9日のタイヤクルト戦で、ウラディミール・バレンティンの三塁戦飛球を取り損ねた。後に、遊兵から三点本塁打を被弾されるなどの課題も、見せた。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦124試合に出場し、スタメンマスクは、チーム保守人最多の110試合だった。セントラルリーグの規定打席にはわずかに届かなかった。 ものの、通算393打席で、打率、226、本塁打に、ホイツ8、失策10を記録し、チーム史上初のクライマックスシリーズ進出に貢献した。また、戸柱を事実上の正捕手に据えた結果、前年に68を記録したチームの冒頭数が、39にまで減少した。シーズン終了後の契約交渉では、 推定年俸2000万円で契約を公開。契約公開の直後には野球人生で一番濃い一年だったとコメントした。チームの CS 敗退を経て臨んだ周期キャンプ中には8ラムもの減量に成功したという。2017年には高木、ミネヒロシのぞみと併用され、高木が新人投手、浜口春花大の先発登板試合で、 スタメンマスクを任されたのに対して、戸柱は今永などが当番する試合でバッテリーを組んでいた。打撃面では、レギュラーシーズンの前半戦から勝負強さを随所で発揮し、5月上旬からは6番打者でのスタメン出場も増えた。今永が先発した同月29日の対、阪神対合戦では、シーズン2号本塁打で3打点を挙げ、前年を上回る、 シーズン通算24打点を記録。6月17日の対オリックスバファローズ戦では、プロ入り後初めての満塁本塁打を打ち、アレックス・ラミレスの監督通算100勝達成に貢献した。オールスターゲームにもセリーグの監督推薦選手として出場。レギュラーシーズンの一軍公式戦では112試合に出場し、打率214で通算打席数は、 規定打席に届かなかったが、旧本類打、52打点、得点圏打率、316を記録した。チームのレギュラーシーズン3位で臨んだ CES では、阪神とのファーストステージ、広島とのファイナルステージで、保守として2試合ずつ出場し、両ステージを突破して進出した福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも3試合で、マスクをかぶった。 10月30日の日本シリーズ第2戦では DNA の1点リードで迎えた7回裏に四万塁から中村明が敵自我を打った場面で奏者の今宮健太と本塁でクロスプレーを演じた一度はアウトの判定となったがリプレイ検証の結果今宮の左手が戸柱のタッチを変いくぐり早く本塁へ届いていたとみなされ判定が政府へ変更されたという一幕があり 物議を醸した。この変更により認められた今宮の得点が決勝点になり、チームは逆転負けを喫した。その後は通算成績2勝4敗でチームはシリーズ制覇を一した。シリーズ終了後の契約交渉では、推定年俸3800万円という条件で契約を公開した。2018年には3年連続で開幕戦の スタメンマスクを任されたが、開幕から打率が1割前後に低迷するほど打撃が、振るわず、ミネイや高木の後陣を廃した。さらに、交換トレードでオリックスから伊藤光が移籍してきた7月中旬以降は、一軍公式戦への出場機会も失った。結局、一軍公式戦にはわずか25試合の出場で、打撃成績も前年を軒並み下回った。 シーズン終了後の周期キャンプで、ラミレスから野手の MVP に選ばれたものの、キャンプ終了後の契約交渉では、プロ入り後初めての減法提示となる500万円減の推定年俸3300万円で契約を公開した。2019年も開幕1軍入りを果たしたが、伊藤光とミネイに次ぐ3番手星という扱いで、頻繁に1軍と2軍を行き来した。 しかし、伊藤光がけがで離脱した8月以降は、出場機会が増加し、45試合に出場して、打撃成績も前年より良化した。しかし、投類素指率に関しては、自己最低の1 2 2終わった。11月28日、100万円減の推定年俸3200万円で契約公開した。2020年は、 チームの保守最多となる96試合に出場し、打率212、5本塁打、23打点を記録。守備面ではリーグ2位の投塁阻止率352を記録した。オフに960万円増となる推定年俸4160万円で契約を公開した。キャッチング技術、リード技術、フレーミング技術に優れ、 当主が構えたところに投げてくれているからを、心情としており、ミットを動かさないキャッチングに自信を持っている。ベテランの風格と評されるほどである一方で、盗塁阻止率の低さが課題として指摘されている。保守のポジションにつくようになったのは、大学1年からという、遅い時期であり、当初は抵抗もあったというが、すべての経験があって、今があると思っています。 遠回りだとは思っていませんと述べている。また、社会人時代にあるスカウトから、投手への返球は、横着して座ったままではなく、一球ごとに立ち上がって、投げなさい。二塁へのスローイングが、シュート回転しても、プロの二遊間なら、タッチでカバーしてくれるというアドバイスを受けて、その教えを大切にしている。上術の相性はいずれも、独特のいかつい顔立ちから来ており、 戸柱も2016年オフの契約公開の際に、僕、人相は悪、はあ、いけど、優しいので、という趣旨のコメントをしている。向上心、素直さがと一倍強く、プロ入り後に、課題の一つとして指摘されていた、補給の処理も、毎日のように居残りで、フライ補給の練習に取り組むことで改善されるようになったという。ありがとうございます。